ホームページチャンネルです。今日は超絶のイザナミに挑戦していきたいと思います。多分負けですね。さっきから何でもやってるんですけど、勝てないですよね。普通に勝てないんです。勝てるかはい、ハート取ってね。よいしょ。はい、必ず復活してね。めっちゃチャンスなんだよね。チャンスじゃない？いったなこれ。はい、いかないっていうね。ハートも取るっていうね。最悪パターンですね。ああ、厳しいな。ハート取れた方おかしいな、動きが。負けてもやりますか、どうか。はい、こうせ負けるんですけど、また使っていきましょう。反射の仕方。なんとかしましたね。しかしこれ厳しいね。負けに変わってこないのか。めっちゃいいじゃん。よかった。全部上に上がるって。明日やりたい。よし。これ明日やりたい。何かやりたい。結局さ、当たり判定にさせて分かんないからさ、やりづらいんだ。なんか。ハート取らずにやってるしなんてね、極端なんだよ、ね、本当。はまらないでいいとこにはまるめっちゃチャンスなんだよね。ハートの大きさね。2回はこうに続かないってね。
なんとかボスまで来ましたね。問題はこっからなんですよね。火力が足りないんだよね。めんどくさいけど、ワープがね、痛いんだよね。ナイス。で、下の雑魚を殺しつつみたいなね。やばい。ハート生かしたいね。うーわ、きつ。ハートを取りたい。取りに行きとこに出すんだよ、またわざとな、ほんと。やべ、バファモートやべえぞ。きついな。バファモートがやばい。出せよ、ほら。くそいげ。やばい。仕方がない。結局なっていくね、ほんと。うわ、ハート出すよって、またそんなとこ出すやろ。
うわ。これで決めれるか。これで SS のことは勝ちないけどな。バチカ行くしかねえか。頼む。さあ行くしかねえ。よし、ラッキー決めたー。死ね。よっしゃ、勝った。以上、今日は、イザナミに挑戦したっていう動画でした。じゃあねー。